FM 富士ガールズガールズガールズフライングハイアップアップガールズカッコネキミラージュトーキー FM 富士をお聞きの皆様こんばんは。私たちみきちゃんです。私早い、今日全部早 い, いや私たちはダメだよ。何、ね、私たちと、うん、私たちだよ。え、オッケーね、アミちゃん、はい、すごいよくわかったね。今さ完全に私たちだったよね。みきちゃん結構難しいな。ダメ、ちゃんと聞いて。もう一回やって。 FM 富士をお聞きの皆様こんばんは。私たちみきちゃんです。高木千夏です。梶島彩です。にくらみです。はい、アップアップガールズ学校に気になるストーキング、早速一曲お届けしていきたいなと思います。はい、まあ、夏フェスもたくさん始まってこの曲いっぱい歌うんじゃないかなということで、こちらの曲お聴きください。君と僕の奇跡。改めましてこんばんは、アップアップガールズかっこ2期の高萩千夏です。梶島彩です。ニークラーミです。さて少し過ぎてしまいましたが、7月21日は私梶島彩の誕生日でした。おめでとう。はい、拍手パチパチ。すごい死が多いね。新陳地はい、7月21日ありがとうございます。ちょっと恥ずかしいんですけども祝っていただけてとっても嬉しいです。おめでとう。ありがとう。この時間はですね、7月22日に25歳のバースデーを迎えた梶島彩を記念して特別企画をお送りいたします。カジ25。あ、ちょっと恥ずかしい。どうしよう、この企画嬉しい。すごい、特別 BGM もついて。いや、すごい、ありがとうございます。すごいね、カミカミだけど大丈夫。はい、ちょっと頑張ります。はい、この後ですね、私の誕生日をお祝いするケーキが出てきます。すいません、もうサプライズとかでは、ね、なくですね、普通に15分後ぐらいにも普通にポンって出てきます。はい、で私ちょっとケーキが苦手なんですけど、はい、あの用意してくださって、もう本当ぜひ二人に食べてほしいって思ったんです。いいんですか、申し訳ないし、私食べれるようになりたい気持ちも込めてね思ってます。はい、でもちょっと何かの手違いでケーキが一人分しかないらしいんですよね。何だからで、ね、一個しかないので二人には、私梶島改め梶に関するクイズに挑戦していただき、正解数が多かった方にケーキをプレゼントしちゃいたいと思います。一緒に食べようよ。一口ちょうだい。だからスポンジの部分とか、ちょ、生クリームがね苦手なんですけど。いや、アミちゃんと分ける。え、ダメです。そしたらもううちがもう無理して食べます。嘘です。あの、せっかくいただいたので、はい、一人にプレゼントしたいなと思います。どうですか、楽しみですね。頑張ります。みんなケーキ好きですね。大好きです。ケーキ食べたい。よかったということですね。ちなみにカジ25なのでクイズの数25個あります。はい、めっちゃあるので、もうさらさと言っちゃいますよ。それでは参りましょう。カジ25第1問。カジの12星座は何。フリップオープン。じゃん、ちなつから。カニ。牛。あ、正解はカニ座です。やった。はい、ちなつが正解。一緒だもんね。それでは第2問目です。はい、カジの血液型は B。 正解は O。 2人とも正解、 O 型です。これも一緒なんだよね。それでは続いて、確かに一緒だね。カジの子供の頃の夢は、わかるかな、アミちゃんが出来上がってます。アミちゃんどうぞ。はい、パン屋。お、ちなつはケーキ屋さん。ということでしょう。正解は、旅館の中井さんです。中井さん、はい、2人とも不正解、残念。中井さん、まあまあまあ、これはねレアでしたね。それ言ってたね。言ってたかも。でも、うん、結構レア問題だったかも。続いて第4問です。はい、家事が朝起きて一番最初にすることは、はい、顔。顔洗う。顔洗う。うえーがちょっとわかんないですけども、正解はてれん、ご飯を温めるですね。はい、朝ごはんのことしか考えてないですね。すいません。なので不正解。なんと残念。悔しい。ということで続いて第5問です。カジの学生時代の部活は何。ちなつからどうぞ。バスケ部の補欠。おっと、あ、はい、バスケ部。はい、2人とも正解、バスケットボール部です。あ、補欠はいいでしょう、正解でも。続いて公式プロフィールにある家事の趣味は、じゃあ千夏から。あ、ドラマ。そして恋愛リアリティショー。お、なんと正解はドラマ&恋愛リアリティショー。
賞ということで、まあこれは正解ですね。まあ嬉しい、正解です。それでは続いて7問目です、はい、公式プロフィールにあるカジーの特技は鼻リコーダーと何でしょう。あ、アミちゃんの手がついに止まりました。千夏からどうぞ。バスケ。あ、バスケ。そして早起き。正解はバスケットボール。え、ちなみに正解です。すごい公式プロフィール見ないよね。見ないよね。いやでもよくわかったなって思う。それでは続いて第8問、カジのカラオケ18番のお箱は何でしょう。はい、令和。カリさんのサイリウム。あー、正解は令和。ちらつやっぱ歴が違うから。歴が違う、ね、この人いつも歌うよ。うちのために歌ってくれる曲、はい、上がってますね。いや強いなあの人。まあ、アミちゃんまだいけます。第9問、頑張ります。カジの好きな食べ物は。カだけひらがなになっちゃった、はい、カレー、カレー、はい、正解です。カレーです。はい、続いてカジの苦手な食べ物。はい、1個しかありません。それでは1個にしました。1個にしました。オッケー。それでは千夏。ミルク。牛乳。あ、正解です。牛乳です。ミルク待ってます。続いて11問目、カジが最近見てめちゃくちゃハマったドラマといえば何。最近か、うーん、ドラマ最近だと難しいんで、よく言ってるやつにしたいと思います。え、よく言ってる。5。あ、これ難しいな。うん、じゃあ主演の人とかでもいいよ。名前だけでもいいよ。なんかね、なんかどっか合ってればいいよ、どっか合ってればいい。あみちゃんから行きますか。はい、どうぞ。TBS さんの、うん、君と恋する5秒前。おっと、なんだそれは。あ、ありそう。はい、ちなつどうぞ。恋愛もの。あ、大まかすぎだな。TBS 聞かざる恋には理由があってです。ちょっと三角ですね。結構かすってません。あみちゃんは割とかすってた。でもちなつは合ってんのよ。恋愛ものが好きなの合ってるから二人とも三角。二人とも三角だと何の意味もないからこれ。今ね、つね、11です。おぉ、あと半分。はい、今んとこ中間発表いきたいと思います。ちなつ8問。すごい。お !8.5。8.5 ですね。中、あみちゃん。あみちゃん 5.5。まだ巻き返せます。差がついてますね。あ、でも。まだ頑張ります。そうだ、危ないね。まだいけます、まだいけます。頑張ってください。それでは続いていきたいと思います。はい、12問目。カジの昨日の晩ご飯は何でしょうか?5、4、3、え、昨日1、アミちゃんは絶対わかる。ちなつはまあうちって何っていう感じ。アミちゃん見てました。あ、うん、あ、あれが晩ご飯だったんですね。そうですね。え、ずるくない、それ。ずるくないです。アミちゃん見てました。大丈夫です。5。ヒントは、ヒント。あ、ちなつ絶対わかる。え、コンビニでしょ。コンビニじゃなかったんだよ。あ、牛丼だ。あ、書いて書いて。あ、いいの、いいの、牛丼でいい。ええ、いいの、いいよ。ファイナルアンサーは違うの。どれ、じゃあみちゃんからいく。ちなちゃんから、ちなちゃんから。じゃあちなつ、どうぞどうぞ。当たるよ、ちなつ当たる。コンビニじゃないんでしょ。コンビニじゃなかった。もうここまで行ったらもう分かるんじゃないの。じゃあ牛丼。はい、吉野家の牛丼とカレー。正解はカルビカレー。これどうしよう。でも牛丼屋さんだよね。牛丼屋さんだけどカレー食べました。これ何。まあカレー、アミちゃんが正解ですね。でアミちゃんが正解です。はい、続いてカンニングしちゃった。あ、これわかるよ、ちなつ。ちなつがわかる。13問目、カジが好きなラーメン、何ラーメン。え、これわかるでしょ。何系とかですか。何系、何味かあ、ね、って言えばわかるかな。私この間喋ったばっかりかもしれない。じゃあどっちからいきますか。言う先で、どうぞ。味噌。はい、味噌。はい、正解です。2人とも正解。味噌っぽい。味噌が好きです。それでは続いて14問目です。まだまだありますよ。カジが好きなネタ、あ、カジが好きな寿司のネタ。はい、え、寿司。あ、4、え、なんだっけ。2、1、はい、行ってみよう。よいしょ、どうぞ。つぶがい。はい、ちなわかるよ。ちなできるよ。エビ。エビ。正解はつぶがいです。あみちゃん正解です。エビはあなたでしょ、好きなやつ。続いて、なんかたまたまみんなでお寿司屋さん行った時に隣に座ってて、はい、なんか本当に数枚しか食べてないなくて、その中に貝が入ってたのがめっちゃ印象的で、よく覚えてます。つぶがいが大好きで、カジーさんにその時に貝をめっちゃ勧められてから食べ始めたんですよ。待って、めちゃめちゃすごい、うちそんなことしてた。そうなんです。マジ、うち寿司セトリは1曲目つぶがい、ラストつぶがい。じゃあ 3曲しかないじゃん。でもそれ、いや、3曲って何。そんなことない。あと1個しかないの多分。そんなことうち6曲は行く寿司。
はい、続いて15問目です。家事が好きなハンバーガーは何ハンバーガーでしょう。知らないよ。マクドナルドに限定したいと思います。じゃあもうこれでいいや。はい、照り焼き。え、ちょっと投げやり。照り焼き投げやり。侍です。侍うちだよ。侍うちなんだな。誰か食べてたなって思ったら確かに。ちょちょさ、はい、正解はスパチキです。、はい、うわ食べてたな。はい、それでは続いてこれちょっと難しいかも。16問目です。カジが、お菓子の中で一番好きなのは何でしょうか。お菓子よく言ってはいるんだけど買えないのよ。買えない。ないんだもん。ない。全然。一番好き。ない。昔からずっとこれが好きです。でも売ってないのよ。売ってないの。でもみんなの前でまとめ買いをしたことがあるんです。さあ覚えてるかな。結構うち影薄いからさ、こういう時結構コソコソって買って、コソコソって帰ってくるから見てないかもしれないんだよね。まとめ買い。じゃあアミちゃんからいきますか。梅ジャム。あ、すいません、梅嫌いです、すいません。どちらどうぞ。いちごのやつ。いちごのなんですか。あれ丸いアポロ。違う、いちご系。正解。不正解です。ごめんなさい、カルジャガー。すいません、カルジャガーです。カルジャガー。カルジャガー5個をみんなの前で買ったんですけど誰も見てなかったことが判明しました。それでは続いて17問目。カルジャガーわかる。あの真ん中にちょっと穴開いてて細い棒みたいなやつなんだけど、このお菓子の町岡にレッスン終わりにみんなで行った時、あの時私カルジャガーがめっちゃ安く売ってて、それ私5個まとめ買いしてたんですけど。それでは続いて17問目、これ当ててください。カジが今年の5月にきちゃんの YouTube の企画で一人旅をしたのはどこでしょうか。はい、どうぞ。岐阜。はい、ディズニーランド。え、ちょっと違います。箱根に行きました。YouTube チャンネルに出てます。はい、続いて18問目、カジが新スカパアイドルフェスでいただいた冠番組のタイトル、カジシマアヤの何でしょう。はい、これはちょっと答えていただかないといけないなと。カジシマアヤの。はい、ちょっと待ってください。同時に行きましょう。アミちゃんとちなつを同時に一回してください。カジシマヤのって私が言うんでその後言ってください。どうでしょう。整ったら、整ったら手を挙げてください。あ、アミちゃんはいけてますね。はい、いきますか。します。カジシマヤのやっちゃえカジ。あ、残念、ちなつが不正解で。惜しかった。カジシマヤのやっちゃえカジでした。惜しかった。やっちゃうよ、間違えます。はい、次19問目です。はい、カジがアップゴーフェス2024で失敗したことは何でしょう。あ、これはツイッターに書いたやつですかね。アミちゃんは昨日私に触れてましたね。ちなつは見てくれてそうだなと思いました。これでも正確に答えてもらいたいかもしれないですね。結構。あ、待って、ちなちゃんいいよ。なんかプリンセスの時になんか、口パクしてたんだよね、セリフ言ってて。で、あ、なんか言っちゃったみたいな書いてあったね。あみちゃんは同じです。チンプリンセスの時にカジさんがどうもって言っちゃった。なるほど。でもそれよりもやらかしは、この人着替えなのに着替え忘れてのんびり裏でなんか次の曲なんだっけってやってて、うちでって言って、で急い出して着替えに来たんですよ。すごい。でもめっちゃみんなに迷惑をかけてました。嘘、間に合ったよ全然。いやでも、うわ、この人やってんなって思って。あ、マジ。楽屋に脱ぎ捨てたカジさんの殻がこう綺麗に一曲だけね、一曲だけあそこに置いてあったね。すぐ帰ってきてまだ来たけど恥ずかしかったわ。忙しかったんだろうなっていう。忙しかったわ。じゃあのんびりしてたんだよ。正解はアミちゃんになりますか。あ、ちなつもあげたいんですけども、アミちゃんに行きたいと思います。これ結構もうアミちゃんが迫ってきてると思うんですけども。やばい。続いて20問目です。はい、カジがびしょ濡れになったアップアップ TJPW かっこ2期に持っていったパンツの枚数は。あ、これは簡単ですよ。いけるわ。2、1、どうぞ。せーの、3枚。正解です。2人とも正解。記事になってましたもんね。記事になっちゃった。見出しに行く。恥ずかしい。続いて21問目、カジが7月15日に X にポストした4文字の漢字は何でしょう。したわ。アップガフェスが始まる直前にポストしましたね。まあ、忙しかったから見てないかなと思うので。どんな気持ち。私の T シャツについてポストしたんですけど、漢字4文字。まあ、4文字熟語とかではなく、ああ、私はちなつは当ててほしいなっていう。まあ、私それで一ボケしてるんで。じゃあ、アミちゃんからいけますか。ちなちゃんわかりますか。ちなちゃんわかんないですか。わかんないですか。うん。あ、ボケなきゃいけないかもしれない。これわかんなかったら。スター。大喜利。スター。スター。スター。マリオパーティーのスター。漢字でスター。漢字4文字スター。3文字しかないでしょ、まず。スター。スター。
まあ、とりあえずいいですか、それ、うん、それでいいや、カタカナですけど、はい、漢字で書くと無敵人間、うわー惜しい、アビちゃんめっちゃ惜しかった。私はあの T シャツが、マリオのスターを着てたので、うん、待ってるじゃん、今日の今日無敵ってツイートしました。あ、0.5 ください。ダメです、あげません。続いて22問目です、だって合ってたじゃんね、どっちも。いや2人で半分ずつもらっても何も変わらないから大丈夫、どっちが勝つかだからね、これ。いきますよ、続いて22問目です。あら、カジがフライデーで披露した初グラビアのキャッチコピーは何でしょう。あ、あ、分かるかなこれ。いやむずいわ、難しいかもしれない。いやなんかふわっと、あ、ふわっと、ふわっと、でもあと1分あれば思い出せる気がします。あ、アミちゃんが思い出したかもしれない。アミちゃんから行こう、アミちゃんから行きましょう。こんな家事見たことない。はい、細い腕、すいません違います。アミちゃん正解、こんな家事見たことないです、正解です。細い腕は多分私しか言ってない勝手に言ってるやつ、すごい抜群のスタイルでしたね。え、すごいすごい、アミちゃんよくわかった、アミちゃんよくわかったね、なんか見た、本当に印象的だったんで覚えてます。マジやばい、嬉しいキャッチコピーをいただきました。あと2問です。あ、3問でした、3問です。やばい、カジがニークラミの好きなところはどこ、え、今考えました。これはまあこれ大雑把だと難しいんで、ヒントを言うと私4文字で4文字4文字でアミちゃんに伝えられることが分かりました。好きなところ、好きなところですね、4文字にしました。漢字も含めひらがな含めの4文字。難しい4、うん、ですね。これわかるかな、ちょっと当ててほしいですね。まあでもみんなも感じていることかな、私だけじゃなくてみんなもハミちゃんに感じてることかなと思うんですけど、じゃあ千夏からいきますか。美しい、お、穏やかな心、残念残念、思いやりです。正解は思いやりでした。でも心が美しいっていうつもりだったんだけど、うん、違うと思う、お、あ、そっちの美しいだと思う、うん、判定はダメです、はい、ダメでした、すいません、ダメです。はい、それでは24問目、カジが高木千夏に直してほしいところはどこ。アミちゃんはどれに対しておーって言ってたのかちょっと分かんないんですけど、ね、好きなところかと思って、なんかいい展開だなって思ったら、ね、すいません、直してほしいところ、直してほしいところ、圧倒的にあります、1個です、なんならもう私ちなみに直してほしいところ1個です。もうこれしかない、もうすぐ思いつきました。アミちゃんから行きたいですね、これ。アミちゃんから行こう、行きますか。じゃあアミちゃんからどうぞ。声のボリューム、お、お、どっち、ちょっと待って待って、うちよりうるさいやついるぞ。でもアミちゃん的にこれアミちゃんからのクレームだからちょっと聞こえよ。アミちゃんからのクレームダウンで、あ、うるさいって思ってますけど、でももっとうるさい人いるよ、います、います、でもうるさい、思いつかなかった。うちゃん、じゃあちょっと人の弁当食べる、正解は口の中のものを見せるです。すいません、ちょっとやめてもらいたいです。全然お弁当食べられても全然いいんだけど、なんかね、今口の中がどうなってるかって教えてくれる。ラスト、はい、ラストです。ラストはこの問題です。カジが25歳になってやりたいことは何。私まだ考えてないんですよね。なんだろう、25歳になってやりたいこと、うん、明確な方がいいよね、うん、プライベートと仕事どっちがいいですか。プライベート、プライベートの方が分かりやすい、うん、じゃあはい、決まりました。ヒントはないの。ママと〇〇にしました。あー、じゃあ違う。ママと〇〇はさ、うん、はい、簡単すぎ、簡単だと思ってる方じゃない方に行ってしまった。やったことないっす、ママと〇〇を。頑張ってください。もう25問なんてもう嫌だよって思わないでください。ちょっと長かった、そう、なかったね、疲れちゃった、なかったけどケーキがかかってるので、いや、じゃあそれではラストの問題、カジがやりたいことは、チラスからどうぞ。乾杯。ママと食べ放題に行く。正解は、ママとディズニーに行くです。え、はいです、失敗。乾杯はもうチラスがしたいじゃん。居酒屋行ったことなさそう、二人で。あ、ママお酒飲まないんでね、行かないですね。それではケーキが入場です。もうダメだ。待って、めっちゃ美味しそう。なんでうち生クリーム食べれないんだろうって、つらい。桃、桃だ、美味しそう。果実の桃だ。桃っぽいのかな。美味しい時期やるから。2番目に好きです、桃。うわ、もう負けた。まだ分かんないよ。
正解数を発表します、はい、ちなてちゃん 10.5 問 10.5 あみちゃん 12.5 問で勝者あみちゃん、勝者あみちゃんです。いや惜しかった、もう接戦ということで。もうねカジーのこと見てないんだよねうちあんまり。え嘘、うん、結構当たってるなって思ったよ。あと最近の話は全然わかんない、うん、あ本当、昨日とか。じゃあアミちゃんにケーキを。アミちゃんおめでとう。すごい。私食べてもらってもいいですか。いいんですか、めっちゃ美味しそう。なんかツルツルなケーキです。あらツルツル。カジの気持ちになって食べてる。そうだよ。私もねケーキがね嫌いって言ってるけど、生クリームが嫌いなだけでケーキはすっごい美味しそうに見えます。あー美味しそう。このもうペリペリ。わすごい、何これめっちゃいいところ。え待って、これはほぼ生クリームなの。スフレ、チーズじゃない。チーズケーキかもしれない。これはすごいですね。カジ食べれるとこ全然ないじゃん。カジあのケーキ見るためにあると思ってます。先生チーズケーキが苦手なんですよ。先生あのチーズはピザとか好きなんですけど、チーズケーキが、でもアミちゃんが食べるために。はい、いただきます。待って面白い、うん、めっちゃ美味しいです。あー美味しそう。程よい甘さとなんかちゃんとちょっとなんかシュワシュワ感というか、ムースだからじゃない、ムースのシュワシュワ感も残りつつちゃんと濃厚な部分もあってめっちゃ美味しいです。よかったということで以上特別企画カジ25でした。それではここで1曲、カシマのソロ曲失礼したいと思います。聴いてください、光る涙。 FM 富士ガールズガールズガールズフライングハイアップアップガールズカッコ2期ディナーストーキング第56回そろそろお別れの時間です。最後に私たちニキちゃんからのお知らせです。はい、夏イベントたくさんあります。7月26日は新宿ブレイズにて、アップがカリ&ニキちゃん主催の ABC アイドルボリューム2開催です。もう次の日7月27日にはガラフェスに出演させていただきます。こちら上野公園の方でやらせていただきます。さらにその次7月28日には六本木アイドルフェスティバル六本木ヒルズアリーナにて開催です。そして嬉しいことに8月2日から3日 TIFF2020 の出演が決定しました。また9月にはアットジャムエキスポ2024も横浜アリーナの方でありますので、ぜひたくさんこの夏盛り上げていきたいと思っております。そして8月12日にはアップアップガールズ過去にきにきちゃんの夏は終わらない in 表参道グラウンド。はい、このね熱々なイベント盛りだくさんの中でのニキちゃんの単独ライブでございます。最大限まで盛り上げていきたい、ぜひ皆さんチケットゲットして8月12日表参道に遊びに来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。その他詳しい情報はアップアップガールズかっこニキの公式サイトや SNS をチェックしてください。そして番組ではあなたからのメールもお待ちしています。私たちへの質問、相談、番組の感想など気軽に送ってきてください。メールアドレスはuug2@fmfuji.jp です。X でポストしていただくときのハッシュタグは、ハッシュタグ、二の足トーキング。漢字で二の足、カタカナでトーキングでお願いします。カジーも。はい。新しい一年始まったということで。はい、始まりました。夏盛り上げてください。はい、張ります。お願いします。はい。ということで、アップアップガールズカッコ2期、二の足トーキング。今夜のお相手は高木千夏、カジシマヤ、ニークラアミ、私たち、ニーキちゃんでした。ではまた来週もこの時間に二の足トーキングしましょう。バイバーイ。